すがすがしい時間を過ごせました。やはり精神統一のために弓道場に行ってよかったです。この調子ならきっと。あ、海ちゃんだ。本当だ。おーい、海ちゃん。リン、花よ。もう海ちゃんの弓道部終わる頃かなって待ってたんだにゃ。リンちゃんのコンペすごいよ。すぐ海ちゃんが来たもん。そうだったのですか。あの、私に何か用でも？用っていうか、海ちゃん、歌詞のことで悩んでたでしょ？何かお手伝いができないかなってリンちゃんと話してて。うん、でももう大丈夫そうだにゃ。え？海ちゃんすっきりした顔してるから。そうだね。ええ、そうかもしれません。今ならいろいろな言葉が溢れてくる気がします。心配させてしまってすみませんでした。でももう大丈夫です。期待していてください。